ルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回は楽しいけど難しすぎ、約1000時間プレイして感じたトライストリンガーの利点と欠点となります。トラ3が発売されてそろそろ1年ほど経ちますが、振り返ってみるといろいろ楽しかったなと思います。思い出を振り返れば弓弓弓という感じで、前夜祭から使っていたせいか思い出はほとんど弓しかありませんね。しかも約1000時間ほど使用しているので、人によっては狂ってる弓使いと言ってもいいかもしれないです。前作と全然違う武器を使ってますが、よくも使い続けたものだなと思います。ただ弓を使っていく上で改めて振り返ってみると感じたことも多かったので、今回はその話をしていきたいと思います。ということで、2プレイヤーが約1000時間トライストリンガーを使い続けて感じた本音を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずトライストリンガーを振り返る上で一番に考えることはメインです。使いこなす上で命の部分っていうところですね。正直なところ、これだけ長く使っていますが、直当てのコツを覚えるまではかなり時間がかかったなと思います。思ったような局射や直当てなどを取れる確率が上がってきたのは本当に最近なんですよね。時間にするとだいたい600時間超えたあたりだったような気がします。またメインの難易度で言うと、動機ずれの影響を受けやすいっていうのがあるためか、確定数で倒せないっていうことも多々ありました。弾速が遅いこともあってか、いろいろと苦労させられるようなメイン性能なんですよね。いや、本当に考えたら苦労してましたね。ですが、ある程度慣れてくると、壁裏に対してや高台に対して局射を決めれるようになってきます。この辺りから一層楽しさが増したっていう記憶がありますね。これを機に対面も自信がついたような気がします。ただ、一つの武器に1000時間近くかけるとなった場合、よっぽどの武器愛がないと難しいなというふうにも思ってますね。そろそろ1年が経つゲームですので、今からまた他の武器に数百時間かけるとなるとかなり難しい話かなと思います。せっかくなんで、まあ、約1000時間ぐらい使っててメインを当てるために気をつけることっていうのがあったので、2つほど紹介したいと思います。1つ目は最長射程に頼り切らないという点です。これは弾速が遅いリスクを抑えるのと、局射を当てるコツにもつながります。まず弾速に関してですが、最長射程だとチャージャーよりもちょっと遅くに当たるようになっています。これは後衛を相手にする際に避けられる原因となるため、最長射程を使いすぎるとそれだけ予測打ちが必要になるっていうことが言えます。弓ってなんとなく撃ったらすぐ当たるというチャージャー的なイメージがあると思いますが、実はトラストの方が遅いです。ですが、レティクルが反応するくらいの距離なら、チャージャーと同等のキル速になるので、意外と近くの方が良かったりするんですよね。また、局射をする上ですが、最長射程で局射をすると、手前に落ちるっていうことが起きます。これは攻撃が届かなくなる原因となるので、味方のカバーや圧力の低下につながるっていう面がありますね。相手に届かなければ壁裏に打っても脅威ではないことがありますので、最長射程よりも手前を意識することをお勧めします。2つ目は壁裏ポジションで粘るという点です。先ほどの最長射程に頼らない補填をする部分となります。最長射程で粘らないということは、それだけ的に近づく必要があるということですね。これをするには壁裏を取り続ける必要が出てきます。その壁裏の候補としては、大きな壁から小さいブロックまで全てです。場所によっては段差なども利用します。最長射程を使わないっていうことは、それだけ避ける場所が必要になります。距離を詰めつつ自分がキルを取りやすい間合いを維持できるように壁裏を使っていくってことが大事ですね。で、これができるようになってくると押し込み力も上がってきますし、対面がしやすくもなってきます。個人的にはこのコツを意識し始めてから、さらにメインの精度が上がったように感じますね。使ってるんだけど当たらないんだよなっていう時は、メインの当て感の参考にしてもらえるといいのかなと思います。続いて弓を使って感じたことは、味方に頼れなくなったら一人前という点です。正直なところ、後衛武器使う前は一人でやれるやろうという感覚だったので、結構舐めてましたね。
というのも最後尾にいる武器なので、味方がいくらデスしても最終的に一人で耐え切る力っていうのが必要だったからです。最初の頃は味方と打開を合わせたり、スペシャルを積極的に取ったり、デスを抑えたりとしていましたが、それだけではやっぱりダメでしたね。ある一定までならこれでいいんですけど、X パワーを上げようとした時には弓一人でも相手を止めれる技量っていうのが必要になってきました。これができないと先にリードを取ったとしても逆転負けの要因になってくるんですよね。自分がデスした時に味方がどうにか打開や防衛をしてくれればいいんですが、それはキャリーマッチではかなわないっていうところがあります。腕前を上げるならキャリーマッチで勝てる必要があるため、弓だろうがしっかり自分で倒す必要が出てきますね。そのため味方に頼ることなくルール関与とキルが両立できてから腕前が上がってきたと思います。正直 XP2000 から24まで上がるとき、この防衛と打開を磨くことがとにかく大変でした。しかも味方に頼らず自分で試合を動かす必要があったので、結構もどかしい気持ちっていうのはありましたね。味方に頼らず止めれる実力がついたときにはやっと腕前が上がってくるっていう感じだったので、まあ、そういった意味の武器なので防衛の基礎を叩き込む必要はかなりあったなと思います。また弓の難易度が高いのはメインだけではなく、正直この防衛と打開の難しさも直結してくると思います。だからこそ味方に頼らず一人でもやれる実力がついてやっと一人前のクロート向き武器だなと思いますね。こういった面でもやっぱり時間がかかるなと思います。続いて感じたことは、チャージャーよりも難易度が高いという点です。正直チャージャーの方が感覚的に当てれると思います。というのもメインで紹介しましたが、弾速が離れるほど遅くなるという欠点があるっていうのを話しましたよね。そのため弓を感覚で当てようとしても距離によってはずれる可能性っていうのがかなりあります。しかも曲線を描いて飛んでいくので、高さや距離によっては上下のずれっていうのも発生してしまいますね。ですがチャージャーの場合は距離に関係なく弾速が速く届くので感覚的に当てるっていうことは可能です。さらに直線的に飛ぶので余計な計算をしなくても使えるんですよね。こういった感覚的に打てるっていうことを考えると、武器連動を上げる上で覚えることが少ないことがとてもいい点だとチャージャーは思います。ですが弓の場合は射程を伸ばした当て感とレティクル反応のあるところでの当て感っていうのが別々でありますので、本当にこの差は大きいなと思いますね。よく1000時間チャージャー使ったらどうなっていたんだろうと思うこともありますが、考えると辛くなるのでやめます結構辛いんですよね。もちろんチャージャーは簡単っていう話ではないです。これもこれで難しいですからね。チャージャーも難しいんだけど、さらに要求されるものがあるから時間がかかる武器だなとよく感じますね。最後にですが、トラストに関して環境入りはないなと思っています。上位勢が XP3000 とか出してますが、その人口を考えるとかなり難しいのかなと思ってますね。さらにスペシャルやサブという点でもミラーマッチや他の武器に対してヒル欲っていうのがかなり劣るようになっています。トラストコラボがそろそろ来ますが、まあ、チャーコラやバレルとかと比べてみるとメインの射程以外結構劣ってる部分っていうのが大きいんですよね。環境入りできるほどの武器となった場合、よっぽどの強化を待つか連動を頑張ってあげるしかないのかなと思ってます。まあ、それか第3の弓が来るかという感じですね。使い続けるのであれば環境入りだからという理由だけではなく、楽しく使いこなすことを考えるといいのかなと思います。正直 X マッチで勝ちにこだわるなら他の武器を持って練習した方がいい武器とも言えますね。ですが直当てや曲射の快感っていうのはこの武器ならではなので、武器が好きなら環境入り関係なく使い続けたいなっていう武器ではあります。はい、ということで今回はここまでとなります。楽しいけど難しすぎる、約1000時間プレイして感じたトラストの利点と欠点はいかがでしたでしょうか。トライストリンガーに約1000時間を費やしてきましたが、よくよく考えたらよっぽどだなと思ってます。光栄として覚えることも多いんですが、メインの精度ももっと求められる武器なので頑張って使っていきたいっていうのがありますね。あとは当たり始めるととても楽しい武器ではあるので、ぜひ機会があったら皆さんにも改めて使っていただけたらなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。